95デサントアディラスマッチ第1戦、98年フランスワールドカップを目指すカモ日本代表、14試合目の A マッチは南米パラグアイ代表との対戦です。この試合を元日本代表キャプテン前田秀樹さんの解説、そしてゲストにはダイヤモンドサッカーでおなじみ、サッカーをこよなく愛するカビラ J さん、実況担当斉藤和也でお送りしていきます。お二方どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。国立競技場、試合はすでにキックオフされています。前半右から左に攻める、赤と白の縦縞のユニフォーム、これがパラグアイ代表、そして左から右に攻めるこのブルーのシャツ、これが日本代表です。果たして今日は14戦目の A マッチ、カモ日本代表どういう試合を見せるか。南米パラグアイ代表はかなり若手のメンバーを組んできました。平均年齢 22.31 歳というメンバーです。そして日本代表には数がしっかりとスタメンで出場しています。そして若い選手も戻ってきました。それではその日本代表のスターティングメンバー、ゴールキーパーは復帰の前川、ディフェンダーは3バック、5番柱谷、4番井原、17番の小村、ミッドフィールダー6番山口、12番相馬、2番奈良橋、8番北沢、10番がこれも復帰の前園、そしてフォワード2トップ、16番の福田、11番三浦和義和です。リザーブのメンバー、ゴールキーパーの控えが20番菊池新吉、3番柳本、7番沢田、15番森島、14番七海、13番岡野、このメンバーです。そして9番ジョー、ここまでがリザーブ、合計18人です。対するパラグアイ代表のスターティングメンバー、ゴールキーパー1番のアセバル、ディフェンダー2番イサシ、3番アルカラス、4番キャプテンのビジャマジョール、5番のサラビア、4人登録されています。ミッドフィールダー6番のエンシーソ、8番のオルティス、10番のフェレイラ、フォワードは3人、7番のガライ、11番のホルヘカンボス、16番のビジャグラ、リザーブはご覧の5人が登録されています。まず両チーム通じて最初のコーナーキックはパラグアイ代表、左からのコーナーキック、ショートコーナー、ボールを奪ったら奈良橋、そして前線の風、一旦ゴールキーパーアセバルに下げます。パラグアイ代表、さて前田さん、はい、カモ日本代表、およそ1ヶ月半ぶりの試合ということになるんですが、どのあたりをポイントに前田さんご覧になりますか。そうですね、守備面でね、はい、やはり組織化した、ねはい、守備面というのは徐々に、コンビが合ってきたと思うんですよね、はい、ただやはり攻撃面でね、はい、やはり一対一の強さっていうんですかね、その辺がどれぐらい、世界のですね、トップと通用するかですね、はいはい、やはり鴨監督も今回は攻撃面でいいものを出したいと、それは何とか口にされてますね。そうですね、はい、さあ日本が攻め込んでいった、倒されました、福田が倒されましたがホイッスルはありません。そしてカビラ J さん、はい、J さんは何を期待してますか今日の試合。もうそれはもうパラグアイを叩きのめす、はい、日本代表のこの強さ、はい、世界に対するこうアピール、はい、強い日本をアピールするこのカモ日本、はい、期待したいですね。あと何といっても10番この前園選手が戻ってきたことに私はちょっと盛り上がっております。そうですね、この前園は、はい、もうパラグアイはその無名の若手をこうテスト、さあゴール前、あ、まだラインは切っていません、ここでラインを切った、はい、で思わず危ないじゃないですね、いいぞでしたね。そうですね、盛り上がってました。もうはっきり言って何が何のか分かりません。もうマイフェイバリット日本代表のマッチなんで、はい、こう私ちょっとナチュラルハイになってるわけなんですけど、いやでもこの若手中心にこうテスト的に起用しているこのパラグアイの、はい、このクバール監督、はい、この若手中心をこうテストするようなマッチに日本代表は負けられないですね。そうですね、はい、日本は、キリンカップから続けている 3-5-2 で今日も臨んでいます。さあ福田が行った左サイド、エリアに立っていった、フレッシュシュート、ゴールキーパー弾きました。縦に入り込んでいった福田、最後は左足のシュート、ゴールキーパー弾いて日本最初のコーナーキックです。今のようなね、こういった福田君のね、はい、思い切ったシュートってのはいいですよね、中もね、いたんですけれどもね、はいはい、まず日本最初のシュートは福田、左から切り込んでいったのシュートでした。そしてコーナーキック、キッカーは前園が行きました。日本代表は久々の登場、今年の2月、ダイナシティカップ中国戦以来です。低いボール、グランダー、これは結局ゴールキックに変わりました。やはり前田さん、はい、J さんも言われてました通り、一つ今回はこの前園がどういうプレーを見せてくれるか楽しみですね。そうですね、代表に復帰しましたね、はい、
やはりあのチームの核としてね、はい、やはり彼 の, その持っている潜在能力っていうのをね、はい、思い切って出してほしいですよね。そうですね、はい、日本代表のフォーメーションはこうなります。3バック柱谷が中央、井原、大村、右に奈良橋、左相馬、ディフェンシブハーフに山口、前園、北澤で2トップがカズと福田と。前田さん、はい、先ほど攻撃面でということがありましたが、まあ、数福田、そしてその後ろに前園、北澤、はい、まあ、このメンツですから何をやってくれるか。そうですね、はい、特にやはりあの北澤もやはりドリブルからの、ね、はい、あのパス出しっていうのが早いですからね、はい、これもやはりチャンスになると思うんですよね、はい、右サイド、ならそしてその北澤、縦にボールが出る、数には渡らない、数へのスルーパスを狙いましたが北澤ダメですから、はい、前園、福田とのコンビですね、はい、それと今度は北澤、それと数のコンビ、はい、この辺がやっぱ面白いんじゃないでしょうね、はい、攻撃的に、ね、見てね。そして今日のレフリーはイタリアのトレンタランジェさん、先進は広島さん、福田さん、この3人で行われています。まだ日本代表が今度は中央、山口、いや最後は柱谷、山口から柱谷、左足のシュートはジャストミートはしませんでした。ちょっと力入りましたね、はい、ちょっと地面を蹴ったような気が、はい、するんですけど、柱谷選手は今日が A マッチ出場70試合目、実は前田さんと同じ試合数に並んだんですね。そうですね、どうですか。記録っていうのはね、どんどん破ってほしいですしね、高校の後輩にも当たられるわけですが、今日で60試合目、70試合目、これは前田さん、そして、落合さんと並んで史上6位タイということになります。放送席、斉藤さん、はい、日本代表サードですがね、はい、試合前ですね、はい、今斉藤さんの話にもありましたが、攻撃面を重視するという加藤監督なんですがね、はい、この試合に関してはですね、はい、とにかくこのパラグアイがですねどんな攻めをしてくるのか、このコパアメリカとかなりメンバーが違うんで、はい、チームの状態そのものはよくわからないと、はい、立ち上がり5分間、はい、相手の様子を見てそれから考えたいと、もう全体的にですね、前半8分ほどが過ぎてますがね、はい、そんなことを言ってましたね、はい、そして何と言っても先に点をやってはいけないと、はい、自分たちが先に点を取って今日は絶対勝つんだという話ですね、はい、それから山口、相馬、こういったところが非常にリラックスした表情でね、ゲームを楽しむという感じでピッチに出ていきましたね、はい、そうですか、はい、今日の日本代表サイドの情報を入れてくれるリポーターは四谷秀原アナウンサーです。前田さん、はい、今その相手の出方を見たという話だったんですが、まもなく10分迎えますが、日本の形はどうなったんでしょうね。そうですね、システムとしましてはね、はい、3-5-2 システムですよね、はい、これは、まあ、どちらかというと守備的なシステムなんですけども、ね、はい、相手がね、これ4-3-3なんですよ ね、 そ, うですね、それに対してどういう、ね、チームをですね、ディフェンスをするかですね、はい、さあ、井原がカバーリング、このボールは取られる、ルーズボールはパラグアイ、思い切って打っていった、ですから今のようにですね、かなりパラグアイは攻撃型のチームですね、はい、開始早々左サイドからね、11番のカンポスがかなり足が速いですよね、はい、そうですね、突破されましたですよね、はい、斉藤さん、はい、そのパラグアイですけれども、今日こちらに向かうバスの中ではパラグアイの軍歌、国歌を聞きながら手拍子をして士気を高めながら来たということなんですね。でまた若い選手が多いということもありまして、はい、グラウンドに出た時はさすがにこうそわそわと落ち着かない様子も見られました。でそして久保監督ですが、試合前全体ミーティングの後、一人一人に細かい指示を黒板を使って与えていました。ただ詳しい情報は教えてはいけません。さあ日本代表ならし、グラウンダー、低いボールは一旦クリア。今日のパラグアイ代表側のリポーターはテレビ東京、佐々木明子アナウンサーです。まあ、やはり久保原監督も誇りを持って戦えという若い選手中心にこういう指示を与えていたと、再三与えていたということなんですが、画面向かって右、この白髪の方が久保原監督、なんと69歳、もともとチェコスロバキア出身、今年の4月にこのパラグアイ代表の監督に就任しました。南米では今年の7月に、いわゆるコパアメリカ南米選手権が行われたんですが、パラグアイ代表は、前田さん、はい、前回優勝ワールドカップにも出場したメキシコを予選リーグで破って、はい、トーナメントに進出したんですよね。そうですね、はい、うん、まあ、かなりそういった意味では南米の強豪の中に入ってもその高いレベルのチームを作ったということですね、この監督がね、はい、ちょっと今一人選手が痛みました。まあ、ただ若いと言いましてもね、はい、もうやはり17、18でね、はい、もうプロになりますからね。そうですね、かなりその大舞台でのね、はい、経験というのはこなしてると思うんですよね、はいはい、今は奈良橋が右からシュートを放ちましたがゴールはなりませんでした。前半まもなく10分を迎えます。まだ両チーム得点ありません。0対0です。
本代表序盤やや攻勢を仕掛けていますがまだ得点はありません。逆にパラグアイの速攻です。このターンミサイルフェレイラ倒されましたがこれはホイッスルありません。流しています。先ほどちょっと足を痛めたかこちらがタッチの外に出て治療を受けていました10番のフェレイラ。さて前田さん、はい、10分を経過しました。ここまでご覧になってどうでしょう。日本の方がやはり優勢に試合は展開してますよね、はいはい、ただやはりカウンター。さあ前園フェレイラ中に入っている。ここやります。シュートがダメだ。最後は福田がスッと抜けて右足のシュートサイドネット。今のは福田の持ち味が出ましたね。あの辺に入ってくるのはうまいですよね、はい、まあ、それもよく見てましたよね今、まあ、角度がないんですけれども ね、 そうですね、もう一度、はい、本当に惜しい。何度か惜しい形は作ってますが福田は今日が43試合目の A マッチ。代表ではここまで A マッチ9ゴール挙げています。今日得点挙げれば2桁10点目。Jさんはここまでどういうふうにご覧になってますか。結構日本代表が推してるように思うんですが、はいはい、もうちょっとこう前園選手にボールが欲しいなと思います。勝手ながら彼遠慮せずどん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 自分でゲームメイクをしていくというなんかこうアピールしてほしいですね、はい、ただ本当にゴール前までの組織はしっかりしてるしシュートで割ってますんで、はい、とってもいいかなと思うんですけどね。とりあえずシュートで終わる重要性っていうのがすごくあると思うんですよね、はい、前田さん、はい、パラグアイの方は試合前ほとんど情報なかったんですが、はい、これは試合以降の時間まで経ってどんな印象を持たれてますか。やはり ね左の11番のカンボスですね、はい、これやはり早いですよね見てましてね。これやっぱり要注意だと思いますね、はい、そうしますと奈良橋とカンボスの、はい、この攻防っていうのは面白いと思いますね。日本から見た右サイド、はい、パラグアイの左サイド、はい、そのカンボス中央に入ってきます。まあ、日本も 3-5-2 ですからね、はい、当然奈良橋のオーソーマーオーバーラップがやっぱ必要になってきますからね。攻撃としてました大きなサイドチェンジからエリアの中体を入れます。ゼッケン2番がイサシボールを奪った日本10番の前園中央北沢へちょっと旗振りが弱かったんですが前園もう一旦北沢これが今のが左に展開されれば面白かったですね。面白かったですけどね、はい、空いてたかなと思ったんですけどね。カズが下がってもらって福田へこういった戻してカズそしてダイレクトで左サイド相馬がこのボールをキープまた浮かいやいいセントリング低いボールディフェンダーの足に当たりましたコーナーキック。相馬選手も本当に左サイドを不動のものにしましたね、はい、今回選ばれたのは控えを含めて18人なんですがもう相馬選手の控えに当たる選手は、まあ、柳本選手できるんでしょうが、まあ、いませんね、現在のメンバーだともう相馬選手のきっちり、ゲットしましたねこのスタイルは、はい、ショートコーナーを試みたんですがもう一旦戻されます。カズがいます。伊原が今ファーサイド動いています。キッカーはやはり前園。コーナーキックで井原選手が絡むと点が入るという気がするんですけどね。低いボール結局クリアされます。もう一旦奈良橋から相馬へそして前園さらに相馬細かくパスをつなぎます。前園流してきた橋の取りこれもジャットミートしませんでした。柱谷がまあ、31歳キャプテンマーク今日も左腕に巻いてるわけなんですが、まあ、前田さん、はい、やはりこのチームでは精神的な意味も含めて柱谷選手がチームの大きな柱になってますね。そうですね、はい、前半も16分を経過しています。逆にパラグアイホルヘルイスカンポスここは奈良橋がタッチにボールを出しました。あれぐらいのフェイントじゃ奈良橋さんは抜けませんね。そうですね、はい、まあ、ったその止まった状態ですとね奈良橋は対処できると思うんですけど走られた時ですね、その時にどれぐらい対処できるかですね。2番の伊佐志マークにつくのが北沢。北沢が今日は前園とともにその中盤攻撃的な位置のポジションをつかんでいます。逆にまた日本のボールになります。山口長
いパス風へは当たりません。中央オルティスボールキープから右サイドへ、7番のガライ、これはボールを奪いに行きましたがホイッスル、日本のファウルです。日本相馬のファウル。前田さん、はい、パラグアイは日本に来て、まあ、トータル4日間練習したんですが、フォーメーション練習らしきことも全くなく、シュート練習さえやってないんですよ、はい、非常にその全く、不気味なというか、まあ、まあこの試合を迎えたんですが、まあ、やはり動き自体は悪くはないですか。どうでしょう。そうですね、今のところ見てましたね、さ長いフリーキック前からタッチ、それを重たいとかですね、はい、そういったことはないと思いますね、はい、ただ気候もやはり今動きやすいね、はい、この気候だと思うんですよね。そうですね、はい、かなり最近は涼しくなってきました。試合開始直前、この国立競技場、気温が 20.3 度、湿度が 67%、 かなり、ま、動きやすくなったという気候になりました。中盤守備的なミッドフィールダー山口元博。そうですね、今の、まあ、山口の、ね、狙いはいいんですけれども ね、あそこのやはり正確度ですね。まあ、これも一つやはり山口はその守備的な、はい、あの役目としても大切なんですけれども、はい、攻撃面もやはりそのロングパスですね、はい、あそこからやはりその揺さぶるっていうことも必要になってきますよね、はいはい、数が日本代表ちょっと左の手のあたり包帯を巻いています。それほど大事には至ってないようです。数が右の股関節、まあ、古傷を痛めたというのがこの 2日ほど前にあって心配されたんですが、はい、動き見てる感じは大丈夫でしょうかね。そうだ、ただね、はい、股関節って言いますとね、はい、あの治りが遅いんですよね。あ、そうですか、すぐ治るもんじゃないですから、はい、ちょっと心配ですね、まあ、昨日の練習の時点で痛みはない、まあ、ただ、はい、一試合フルにできるかどうかはちょっとわからないという話をしていたんですが、まあ、とりあえずスタメンに名を連ねています。また日本左サイド、前園からはたいてカズ、カズがかなり引いています。チップキックで出そうとしましたが、これはディフェンダーカット。放送席斉藤さん、はい、今あのカズの話が出ましたがね、今日カズはあの試合前のウォーミングアップの時も、はい、あのその股関節を固定するかのようなね、長いスパッツを履いて練習してましたね。あ、そうですか。それからですね、あのピッチに出る直前も、はい、こうやはり気になるのが時々軽く通路で、ね、あのダッシュをするような素振りをしたりしましてね、あ、そうですか、やはり気にはなってるようですね。はい、まあ、痛みがあったら、すぐに変えるというフラビオフィジカルコーチの、まあ、話もあったんですが、どこまで行くか。さあホルヘカンポス左サイド、うわーついてる、シュートはゴールキーパー前川キャッチ。前半もまもなく20分になります。最後はホルヘカンポスのシュート、これは前川がキャッチしています。今の見てましてもね、やはりカンポスのテクニックというのはすごいですね。早いですね、早いですね、はい、油断できないですね、彼は左利きだと思うんですけれどもね、はい、まあ、非常にスピードがあって左サイドを疾走する感じ、はい、振りも速いですよね。結構やっぱり奈良市のところ疲れますね、左サイド、ついてきますよね、ついてきますよね、はい、あのホルヘカンポスはコパアメリカ決勝トーナメント1回戦ベスト8で終わったんですが、レギュラーしっかり持ってた選手ですからね。まだ25歳です。彼はバルセロナのオリンピックの時のやっぱ選手じゃないですかね、まあ、バルセロナの選手がフル代表は中心になってるわけですね。ベスト8でしたっけ。そうですね、そうです、はいはい、また日本山口ちょっと主審のコメントアンデセンと交錯しました。珍しいシーンですね。そうですね、とりあえず事なきを得ました日本代表。右サイド奈良橋、あの後ろでんぐり返し、あの立ち上がり主審早かったですね。そうですね、鍛えてますね。笛が鳴ったらどうなんですか。どうなんでしょうね、腹筋に力が入って。なるほど、どうなんでしょう。さあまた中央カズ、前田さん、はい、カズがかなりこの辺り深めの位置でボール触ること多いですね、そしてそうですね、それと福田がまあ張ってるような状態ですよね、と、はい、いうことはあまりいい状態ではないですよね。あのペナルティエリア前までは行くんですが、そこから崩すのはなかなか難しいみたいですね。先日あの代表でフリューゲルスのサテライトチームと練習試合を行ったわけなんですが、その時にそのフリューゲルスのサテライトチームもあまりこう前からプレッシャーかけてこずに割と引いていた、その引いてる相手に対してのアイデアが少なかったということを鴨監督が話してたんですが、どうでしょう。どうなんでしょうかね、あのパラグアイは
中盤であのちょっとしたミスを拾ってカウンターでどん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 、はいはい、カンポスに集めてる、うん、あまり守備的になってるとは思えないんですけども、そうですね、どちらかというと、まあ、攻撃的なんですけれども、ただ日本がじりじりじり今ねいい展開っていうんですかね、持ってくる自然と下がってるような状態ですね、ディフェンダーが。ただ確かにペナルティーエリア前まで行くんですけど、その後のスペースはスペースがないですから、そう簡単には入れさせてくれないですね。まだ中央柱谷、そして北沢、交錯して前園がボールをキープ。よし、前園から開いている相馬へ、そしてまたここに数がいます。ここからなんでしょうね、お二人の話のここからどうするか。相馬がフリー、中尾のフェイントを入れる、まだボールを入れない、浮かしたゴール前、数がいる、その前カット、ゴールキーパーがこれはキャッチできません。パンチング、ここで一旦大きくクリアしてこちら側タッチに出します。ゴールキーパーは身長185センチのダニロ・アセバル、7月のコパアメリカの代表に選ばれていました。ただし試合出場はありませんでした。まだ20歳です。右サイド、福田からもう一旦七橋、そして福田、北沢、縦へラスト、相手を背負っているカズ、よし、縦に対してよし、さあ面白い位置ですよ、はい、そうですね、面白い位置でフリーキックを得ました日本代表。ゴール真正面です。さあ前野さん、この辺りの位置のフリーキックを日本はどういう風に誰が蹴るのかというのも一つの楽しみなんですが、そうですね、まあ、やはり前園、やはりカズですね、はい、左ですとカズ、右足ですと前園じゃないかと思うんですけれどもね。パラグアイが壁を作ります。トレンチランジさんがその壁を下げます。ボールの後ろにはこのカズと前園、やや後ろに柱谷もいますが蹴る気配はありません。カズが、よし、よし、先制点は日本代表、エースのカズやる、エースのカズがやってくれました。前半の23分です。お話のあったフリーキックどうするか、カズが壁の間を抜きました。見事なゴール、やってくれましたね、これ。あ、そうですね、ちょうど間を抜きましたね、ゴールキーパーなんですか、気持ちいいですね、キーパーの手を弾いて入ったというのは、はい、どうだ、気持ちよすぎる技、そしてその手を弾く力、はい、いいですね、カズの見事なゴールで日本代表が先制。前半23分です。今ね、はい、キーパー一瞬で前園が蹴るんじゃないかなという、ね、感じもあったと思うんですよね。ですからやはり両方からのこうキックができるっていうのは相手にキーパーにとっては嫌ですよね。はい、はい、いいでしょうね。カズは今のゴールが、さあパラグアイ代表がまだ詰め込んでいる。右サイド、中央にボールを入れる、クリックリア、今のゴールが代表通算で27ゴール、これ実は木村和志選手と並んで通算歴代第3位ですね。また今日一つそのゴールの歴史を刻み込みました。これでパラグアイがどういう風に変わるのか、あるいは変わらないのか、まあ、今のところでは極端に変わるってことはないと思いますね。まだ時間がありますね、はい、一旦最終ラインに下げます。まあ、日本もこれでは物足りないと思うんですね。そうですね、まあ、崩した点じゃないですから。そうなんですよ、はい、2番の伊佐志からロングボール、これはフラッグ上がりました、オフサイド。カズが見事にフリーキックでゴールを叩き込んで、まずは1点先制。やっぱりカズが日本を引っ張っていくという形にこの試合もなっています。井原からロングボール、カズへ、その前でカット、10番のフェレイラ、縦へ出します。そしてホルヘカンポス、またフェレイラから中央へ、いや、これは伊原が後ろから行ってファウルを受けました、ファウルを取られました。ゼッケン7番、ガライに対するファウルです。伊原は今日が代表通算80試合目、津波選手と並んでこれが日本歴代最多タイということになります。まあ、彼ですとまだまだね、やれますからね。そうですね、まだ28歳になったばかり。さあフィックからゴール前、前川キャッチ、前川がっちりとその大きな胸の中にボールを包み込みました。
前半も26分を経過、カズのゴールで日本が1対0パラグアイに対して先制しています。カモ日本代表対南米パラグアイ代表との対戦、前半23分カズのゴールで日本が1点を先制しています。国立競技場、試合前から画面向かって左から右へやや強めの風が吹いています。日本の風上です。ここでファウル、日本に対してのファウルです。パラグアイにファウルがありました。今のあのデンジャラスプレーですね、ポイントを見せていきましたですね。見せましたね、はい、さあまた先ほどのゴールの位置からはやや距離があります。向きもゴールに対してやや左からのフリーキックです。カズがいます、そして柱谷がいます、さらに今度は山口が後ろにいます。山口が行った、これは大きく右外れました。山口は今日この試合が14試合目の A マッチ、ダイナスティカップの決勝で1ゴール A マッチで挙げています。このでも山口選手 あのミドルシュート、強力なミドルシュート、そうですね、持ってますから ねやはりこの山口にかかるこれから日本代表を背負っていく期待というのも、大きな期待していると思いますが、はい、あちら側にボールタッチを切りました。山口に対しては前田さんはどういうところをさらに期待しますか。先ほどもちょっとお話しあったんですが、先ほどやはりあの守備面でね、はい、まあコンビもありますけれどもね、はい、もう山口の能力というのは高いと思いますね、ただ攻撃面ですね、はい、さあフェレイラ、パラガイがチャンスになっている。その攻撃面でですね、はい、やはりあのショートパスじゃなくてですね、はい、ロングパスをあそこから出せるようになればもっと面白いんじゃないかと思うんですけどね。日本がボールを奪ってカズ、小村が前に上がっています。前園が浮かしたボール、これはゴールキーパーアセバルがキャッチ、まあ、特にそうですね、はい、あそこから 30m、40m のですね、はい、あのパスをその正確にですね、はい、出せるようになればやはり一つ武器になりますからね、攻撃の2人2人。前半もまもなく30分を迎えます。パラグアイ代表の方はちょっと、これが日本代表を率いるカモシュー監督、カモシュー監督は現在55歳、対する今日のクバーラ監督、パラグアイ代表の監督69歳という高齢なんですね。そうですよね、昔あの69歳でもやはりパワーがありますよね、はい、69歳ですが、まあ、チェコスロバキアの出身、ハンガリー、そしてスペインで活躍してスペイン国籍を取っています。さあパラグアイ代表ゴール前短いパス、ヘリグに送る、これはカンボス、カンボス、これはファウルはもちろんありません。ゴールを奪った伊原からカズへロングボール、ゴールキーパーに戻ります。ちょっと関係者に聞いた話だと、パラグアイ代表の特に選手たちはかなり楽観的な雰囲気が伺えたと、この試合前、はい、やはり自分たちは若いとは言っても南米のチームなんだから負けるはずがないだろうという感じが伺えたということなんですが、まあ、そんなことはありませんよね、Jさん。その考えは砕け散るでしょう、ええ、はっきり言って FIFA の最新ランク、昨日発表されました最新ランク、日本は32位、8月の時点でこのパラグアイは64位という、ランキングです。日本がその力を見せつけるのか。フレイラが抜かした、ワンバウンドゴールキーパー前川キャッチ。ゴールキーパーこの試合には前川、そしてベルディの菊池慎吉、この2人が選ばれています。今の前川よく読んでましたね、カンボスの今ボールはすごくあの技術があるボールで回転を、ね、かけましてね、はい、すごくコントロールしたボールでしたね。また日本のチャンスになるか。福田ボールをキープ、体を入れてこれはボールを防ぎました。6番のエンシーゾ、そしてまた日本左サイド、中央前園、そして柱谷、いやこちらが山口、下げて井原、右サイドは奈良橋、数は縦に出られませんでした。右サイドはこの奈良橋がスタメン、マレーソルの澤田とポジションを争う形になりましたが、奈良橋がこのスタメンを勝ち取っています。
まあ、あそこをですね、はい、奈良橋、北沢、和人、この3人でなんとか破ってほしいですね、はい、ちょっと気になるのがちょっと意思の疎通がまだ、はい、そうですね、ビシッと決まらないところちょっと気になるんですけどね、日本代表、はい、左サイド、前園の前へボールが出ましたが届きませんでした。やはりこの試合に向けてはちょっと準備期間が少なかったですからね、はい、土曜日に J リーグの試合が終わって日曜日に集合、練習期間は2日間だけで、そしてこの試合に臨んでいます。まあ、控えのメンバー映っています。柳本、奈良に岡野、澤田、森島、城がいます。体を入れる7番のガライ、ガライに対してのファウル、なんか柳本も引っ張られたような気がするんですけどね。そうですか、ペナルティーエリア、そのわずかに外、まあ、そうですね、あの辺はかなりやってますね、2人でね、ここ、こう、あ、でも確かに手を使ってますね、まあ、この若さですけど、体の使い方はうまいですよね。伊原もやるときはやりますね、はい、こうアップで見ると結構やってますね、結構いってますよ、はい、えぐいことやってますよ、さあ、結構好きなんですけど、はい、フリーキック、2番の伊佐志がボールの後ろに構えています。ゴール前選手が動きます。怖いですね、ちょっとイジャマジョールがゴール前にいる、ね、直接やばい、ジャンプしたところを、前園が来たジャンプしましたよね、はい、その下を抜けていきましたよね。ですからキーパーとしてはもうブラインドになって見えないですね。いやここでね、飛んだんですね、まあ、これ北沢が飛ぶんですけどもね、その下を通りましたね、はい、そうですね、しかし計算してるとは思えませんね、はい、そうですね、まあ、思い切って狙ったんでしょう、たまたま低くね行ったんだと思うんですけどね、お互いにフリーキックで1点ずつを取り合った形になりました、そうですね、ただ言えるのはやはりシュートっていうのは思い切って打つっていうのが大切ですね、結構ね迷わず打っちゃうっていうのが効果的だったりするんですけど、ゼッケン2番伊佐志のゴールで1対1の同点に追いつかれました日本代表、前半34分です。さあここからどうするか、相馬思い切ってゴール前、ゴールキーパーダイレクトのキャッチです。今の山口の展開はいいですね、はい、ああいった展開を早くすると、相手のディフェンダー崩れてくると思いますね、はい、また試合は振り出しに戻りました。前半35分をまもなく迎えますが、さて前田さん、はい、1対1の同点にまたなりました。この時間帯日本はどういうところを、やはりね、システムからしますね、やはりね、相馬、長橋がいかにね、はい、オーバーラップして外をえぐるかっていうことですよね、はい、本来日本の形だとこの中盤が精力的に動いて、はい、左右のこの押し上げというか、ね、ウイングアタックっていうのが一番お箱だと思うんですけどね、それもちょっと見たいですね、それが今ちょっと機能してないですよね、はい、右サイド長橋、相手を背負っている福田と、欲を言えばもう一つなんかひねりといいますか、インスピレーションを欲しいですね、はい、寿司を、そういったあたりが特に、まあ、前の方の選手ということになりますかね、さあカズ、カズがいてディフェンダーを背負っている、ファウルはありません、カルガイのボールになります。10番フェレイラ、フェレイラから縦へ出す、さらにカンボス前だ、これカンボス、伊原がついています、中に選手が3人入ってくる、カンボがシュートを打った、ディフェンダーに当たります、伊原がこれは防ぎました。もう一旦フェレイラ、そしてゴールを決めた伊佐志、ゴール前、こぼれ球は日本です。どうでしょう前田さん、流れ変わってきてますでしょうか。そうですね、徐々にパラグアイの方がね、はい、嫌なところ、いや裏へついてきましたよね、気づいちゃいましたね、そうですね、だから今もそうですけど、数が孤立しだしましたよね。ああそうですか、ですからもう少しサポートあるいはコーチングですね、はい、その辺をすごく本身になるんですけれども、はい、やはりこういった時っていうのはやっぱりもっともっとその声を出し合ってね、はい、しないと難しいと思いますよね、今でも数は3人囲まれてあそこから取られたのが今日逆に攻撃につながれたということですからね、はい、あたりを日本どうするか、ロングボール、それともう一つは、はい、やはり前園がゲームを作るんだっていうようなね形さえできればもっと面白くなると思うんですけれどもね、
日本の1点以降前園選手のボールタッチほとんどあまり私行ってないような気がするんですけど、ね、はい、彼の切り込みとドリブル、ね、はい、ちょっと見たいんですけどね。サラビアからパデー、前線7番ガライ、パデー抜けますがこれはラインを切りました。ゴールラインを切ってゴールキックです。前半も37分、パラグアイ代表追いついて1対1の同点です。ややムード、そしてペースがパラグアイ代表に移りかけています。日本としてはそれを引き戻してほしい。前半38分です。5番サラビア、中央ぶつけて戻します。ここに福田がいて福田が倒されました。日本のボール、前田さん、はい、福田選手 J リーグでは、まあ、ゴール数も多く好調を維持してますから、それをこの代表の試合でも見たいですね。そうですね。さあこの位置から柱あたり、そして左へ開いて井原、まあ、福田君のね、はい、まあ、得点争いまで行ってますからね、ぜひこういうところでね見せてほしいですね。さあ久々前園から右へ奈良橋、頭の上を越えました。まあ、今日は10番を背中に背負っている前園、どうしてもラモス選手の後ということで話題性になってしまいますが、前田さんはやはりそういった部分含めてどうですか、前園選手は。いや、また違った意味でね、またラモスとは違うんでしょうけれども、はい、ただ彼はそのドリブル、はい、あるいはパスセンスっていうのはあると思いますね、はいはい、ただ J さんも、J リーグで前園選手はちょっと本来のプレーなかなか見られないんですよね。そうですね、今倒されました前園選手、はい、チームの状態も、まあ、あまり良くないということもあると思うんですけれども、はい、どうなんでしょう、もうちょっと欲を出して、うん、俺だ俺だっていうのもうちょっとあってもいいかなっていう、そういう、そうですね、そういうアピールも、いいと思うんですよね、ちょっと勉強しているようなところが気になるんですけどね。やはり本人も今年 J リーグで良かった試合は一つもないということを言ってましたね。やはりその10番に関係なく背番号に関係なく自分のプレーを思い切っていきたいということを話していました。それがもうちょっと出てほしい前園、ね、フラッグ上がってますが主審は流しています。日本の左サイドラインを切っていない日本、よし、ここで倒されてこれはファウルを取られました。日本がフリーキックをもらった形になります。これもね、またを今また抜いてると思うんですよね。足を挟んだ形になりました。さあまたフリーキック、数、そして前園、前園も離れます。パスがゴール前、こちら側タッチの方向にこぼれます。スローインにして井原、福田の前でカット、16番ビジャグラ、そしてカンポス、しばこれはミスキック、こういうミスをものにしたいですよね相手の。あー、しかしなかなかうまくいきません。逆に今度はパラグアイにボールを預けてしまいました。さあ縦へ抜ける、スピンがあるシュートを狙った、左、最後は10番のフェレイラ、今スピードありますね、ありますね、フェレイラもね。時計を今見たのがチームを率いるラディスラオ・クバーラ監督、69歳。いや、今の完全に振り切られてしまいましたね。決定的なシーンですよ、ただ今のも2本のパスで、裏で、ね、走り込まれましたからね、やはり若手中心とは言ってもスピードもあるし技術もしっかりしたものを持ってますね。確かに選手の層の厚さというのはやはりそれはすごいものがありますからね。ちょっと経験というか全く落ち着いてできるはずなんですけどね、ホームだし。カズ、奈良市中を見る、右側、カズ、もう一旦奈良市に戻してダイレクト、ファーサイド福田がいるがその前でカット、よし、柱谷、右足のシュートはクロスバーの上を越えました。今ね、まあ、奈良市がねオーバーラップしましたですよね、はい、ただ相手もねよく知ってますよね。奈良橋がオーバーラップしてもねスペースを埋めちゃうんですね、そこは。ですから奈良橋はどうしても止まらざるを得ないと。ですからスピードをついた状態でセンタリングができないんですね。
まあ、やはり日本はこのキリンカップ以降、まあ、3-5-2 という形で試合をやってきまして、はい、イングランド戦を、見たらしいんです、監督が、はい、やはり研究されている感じありますかね。そうですね、まあ、こういったもうサタデーラス、まあ、若いって言ってもね、キャリアがやっぱあるんでしょうね、こういったその攻撃にはこういった守備をやるんだっていうことがね、はい、一人一人分かってると思いますね。伊佐氏が強引に抜けていこうとしましたが、それを防いでいった奈良橋がファウルを取られました。もう前半も43分を経過しています。まあ、ですからサッカーというのはやはり個人 その戦術ですね、はい、やっぱりすごく大切だと思いますね。どこが危ないかっていう察知する能力っていうのはやはり高いと思いますね。倒されたゼッケン2番、パラグアイの1ゴールを決めているイサシがちょっと起き上がれないようです。担架が持ち込まれました。今回パラグアイからこの来日しているメンバーは全てパラグアイ国内のクラブに所属している選手たちです。コパアメリカの登録メンバーが16人中6人います。それ以外は、ま、22歳以下オリンピック代表に、候補となるような選手が多く含まれています。今イサシはまだグラウンドの外、カンボスのフリーキック、あーっとこれは選手と交代した、危ない場面です。どうしたんでしょうね、今のどうしたんでしょう、噛み合わないですね、一瞬。そうですね、まあ、声が出たのか、はい、その辺でしょうけどもね、ボールがまた良かったですよね、かなりカーブしていきましたよね。カンポスの左足のフリーキック、ここで日本大きくクリア、カズの前、しかしボールがつながりません。もう前半残る時間が少なくなってきてるんですが、前田さん、もうちょっとストレートに入ってきた、トラップだ、タッチシュートを放った、点内に当たってゴールしない。あー、ジェイさんどうですか今の、一瞬のトラップミスがもう打てない状況を作ってしまう、ただその後ですね、この後にね、誰もそのフォローしてないんですよね、はい、あの後、まあ、後ろへね出してシュートなりね、はい、できればね、今数的にも 3人いたと思うんですよ、はい、そうですね、絡めるのが、はい、まあ、今カズに頼ってしまったっていう感じですかね。しかしコーナーキック、左サイド、前園、ニアサイド、ヘディングシュートはクロスバーの上、いや今クリアしました、ね、クリアされましたか、まだコーナーですね、はい、いいボールだったんですね。今の表情を見るとオムラに相手がクリアしてますね、これそうですね、あ、オムラが合わなかった、そうですね、はい、ただオムラもコーナーキックはライブ入れますからね、そうですよね。今度はショートコーナー一旦クリアされます。奈良橋、これで両脇いいですね、山口から右サイド、いいところ出たんですね、北澤、いいですね、オーバーラップしていくの橋の辺り、北澤中に入れる、福田まだボールをキープ、あーっと通りません、ここですね、今のはこの1本2本が怖いんですね。あ、うまい、福田を入れた橋の辺り、いや山口、ここで前半終了のホイッスル、トレンタランジさんのホイッスルが鳴りました。前半は1対1、日本はリードしたんですが同点に追いつかれてハーフタイムに入ります。踏ん張れセカンドステージ、馬たちが来た、あ、赤トナカイも、ベルマール発見、サイドチェンジだ、燃えて、ホンプシャー、サイドチェンジ、ベルマーレハリケーン、サイドチェンジ、日本代表対パラグアイ代表、前半1対1で終了しています。国立競技場から、前田秀樹さんの解説、そしてゲストにカビラ J さんをお迎えしてお送りしています。前田さん、はい、まず前半の印象いかがでしょう。あのね、むしろ日本がですね、守備的と言いましたけども、はいはい、逆にパラグアイの方が今その逆をついてますね。守備的に守ってカウンターをパラグアイがやってますよね。ですから相手 その日本が走り込むスペースを消してますよね。
まあ、こういう時はロングシュートをね、はい、もっと打った方がいいんじゃないかなと思うんですけれどもね。ただ1点目まず先制した日本の数のフリーキックは綺麗でしたね。気持ちいいフリーキックでしたね。Jさんは前半ご覧になっていかがでしたか。どうなんでしょう、ちょっとカズと福田のこのコンビネーションがちょっとよくわからない、はい、見ててわからないですね。あとポストプレーもどうなんでしょう、あまり見られないから。そうですね、ポストがちょっと今ないですよね。くさびを入れるタイミングがないですからね。こうなんか場内が湧くようなこのサイドのアタックもっと見たいですね。まあ、場内の人もそしてテレビの前の皆さんもそれを期待していると思うんですが、果たして後半見られるかといったところなんですかね。果たして後半どうなるか、一旦コマーシャルです。前半先制しながら1対1の同点で折り返した日本チーム。それではその日本代表 A 代表に久々復帰した前園城両選手のインタビューをご覧ください。とりあえず僕久しぶりの試合なんで A 代表でやるのは、とにかく、まあ、自分のプレーができればそれがチームにプラスになると思うんで、とにかく自分の持ってる力を出したいと思います。前の選手なんでね、常にやっぱり得点に絡むように、自分で得点もできるように頑張りたいと思います。自分の持ち味であるやっぱりくさびからのね、やっぱりゴール前に流れてってね、こぼれ球とかやっぱり思い切ってシュートとかね、やっぱそういう面が一番自分でも大事だと思ってますんでね、まあとりあえずそういうことをね頭に入れて頑張ろうかなと思います。前田さん、はい、今本人のインタビューにもあったんですが、城選手さっきお話しあったポストがないっていう意味では後半出てきてほしい。そうですね、期待したいですね。オールスターのね2得点からね調子がいいですしね。そうですね、果たして後半日本はどのような采配を鴨監督が振るってくるのか。それではまもなくコマーシャルを挟んで後半のキックオフです。1対1同点で折り返しました日本代表。カズがあるいは福田がそして前園がゴールを決めてくれるんでしょうか。日本代表はこの後半を迎えるにあたってメンバーの交代はないようです。一方のパラグアイ代表の方は選手を2人変えました。ゼッケン2番、同点ゴールを放ったイサシが下がって13番のルイス・ロメロ、ゼッケン16番カルロス・ビチャグラが下がってゼッケン15番のアバロスが入っています。後半は右から左に日本、左から右にパラグアイが攻めていきます。そして前半のデータです。前田さん、はい、前半パラグアイはシュートを3本なんですね。でも効率がいいですよね。そうですね、はい、まあ、やはりこの後半に迎えては先ほどからお話あったんですが、まあ日本がどうしてくれるか、先ほどのポストがないという話も含めて、でもメンバー変えませんか。そうですね、まあ後半になってね、はい、まあ、内容によりますけれども変わってくると思いますね、はいはい、また岡の、まあ、ジョーとかね、はい、面白いと思うんですけれどもね。さあ日本まで中央福田パスを出して走り込んでいったのは前園、しかし追いつきません。だから前園への前園の前へのパス、しかし前園追いつきませんでした。まあ、あの辺がね逆だったらいいんですけどもね、前園があのパスを出して福田が走るというね、はい、パターンですとね。そうですよね、持ち味からすると逆になりますか、はい、これが変わって入りました13番のロメロ。逆にパラグアイ右サイド7番のガライ、白谷のクリア、その前にタッチを切っています。斉藤さん、はい、パラグアイですけれども、選手を2人変えましたよね、はい、前線からもっとプレスをかけて簡単にパスを出させないようにしたいためにリズムを変えるために変えたということです。パーサイドで大きなボール、はい、試合としてはパラグアイとしては前半のプレーは非常に満足していると、はい、規則正しく統制され日本のプレーも素晴らしいんだが、ただゴール前 20m までは持ってくるサッカー素晴らしいんだけれども、はい、その先ゴール前 20m 先になるとその素晴らしいプレーが消えてしまうと話していました。その分私たちにとっては有利なんだろうかという話です、はい、前田さん、はい、今のパラグアイ代表クバーラ監督のコメントはどうですか。そうですね、私が先ほど言いましたようにその 20m までは日本は行くっていうことですね、はい、ですね、ただ相手のですねやはり個人戦術っていうんですか、はい、やはりスペースを消す能力っていうのはうまいですよね、はい、縦でボール出しましたがこれはオフサイド、はい、ですからどうしても一番肝心なところでスピードアップしなきゃいけないところがスピードダウンしちゃうんですね、日本は。ですからシュートがやっぱ打てない、そこでやはり取られた時に逆に相手の方がスペースがあるもんですからスピードアップするわけですね。またパラグアイが中央ボールを取っている、スルーパス出しましたがこれもオフサイド。
J さん、今2度続けて中盤中央でボールを取られ て, られてちょっとミスが気になりますね、はい、いや正直言ってこれぐらいのチームに手こずってるようじゃ日本代表やばいっす。この表情、この監督は何を思ってるんでしょうか。放送席斉藤さん、はい、今 のミスもありましたけどもね、はい、鴨監督はねハーフタイムで、はい、つまらないミスから相手にボールをやることのないようにという、はい、かなり厳しい声が飛んでましたね、はい、さあ前園スルパスを受けない。カズの前、その前にカットされます。はいどうぞ。それから攻めは外から外からということを心がけて、はい、サイドの選手のオーバーラップで分厚く攻めていこうと、はい、それからこのかなり下寒いんですよ、はい、この寒い中来てくれたお客さんのためにも、はい、そしてテレビで応援してくれる皆さんのためにも、はい、なんとか今日は絶対勝とうというふうに檄を飛ばして選手を鴨監督を送り出しました、はい、今その遠目の位置から奈良橋のシュートディフェンダーに当たって後半最初のコーナーキックです。鴨監督の表情です。よくディフェンダーの足に当たってこうカーブっていうかドライブがかかって入ることあるんですけどね、はい、ちょっと怖かったですね。今期待したんですけどね。さあ左からのコーナーキックはキッカーはもちろん前園。井原がスルスルっとファーポストに向かっていきます。ニアサイドヘディングでクリア。最初ライン前ですよね。奈良橋のシュートはこれは力がありませんでした。しかし彼も秀樹さん当たった時はすごいですから、ね、バズーカシュートのような、もうすごいでもすごいボールがありますからね、打ちやすいボールだったんですね、ちょうど浮いててね、はい、ドライブかかるような、ね、ちょうどバウンドする直前の時にピシッと当てると、はい、いいドライブがかかるんですけどね、はい、ああいった試みってのはいいですね、チャレンジっていうのはね、前田さんこう見てますと、はい、パラグアイは3バックと見た方がいいんでしょうか。登録は4人だったんですが、いやパラグアイはやはり4バックですね。ですから両サイドのスペースをかなり潰してますよね。日本が使おうとするスペースをかなり潰してますね。スローインから縦、やっぱり日本はそのゴール前20メートル行きからのインスピレーション、そうですね、ダイナスティーもそうだったんですけども、韓国、中国もやはり下がってディフェンスをした時の日本のやはり攻撃力ですね、これがやっぱり課題だと思いますね。まだ中央、前園、そして北川へ、このボールもまた相手のボールになる。後半から入った15番アバロス、左へ出します。カンポスから縦へ、ここにカンポス、縦へ出たのが、これも13番ロメロ、後半から入っています。ロメロを倒したオムラ、オムラのファウル。勝手になんか向こうが倒れたんじゃないかと向こうが思うんですけど、まあ、これのうまさですよね。これの何も当たってないぞ。そのうまさでフリーキックを勝ち取ったパラグアイ代表。左からのコーナーフリーキック、ゴール前選手低いボール、ヘディングでクリア。北沢が追います。中央6番のエンシーソー、縦へ出して、これはオフサイド。でも相変わらずオフサイドトラップの使い方はうまいですね。これはやはり井原のやはりうまさでしょうね、完全に今は2人残っていました。パラグアイその最終ラインをまあ統率している。でも井原です。バックラインを上げるっていうのは怖いんですよねもう中途半端に、ね、上げちゃうとかからないですからね。完全にむしろ初心ができてないと難しいですね。それできないですよね、はい。今は狭いスペース、福田が相手のディフェンダー3人と競り合いました。カーズ、もう一回ステップ、一旦またタッチに出してスローイン。さあ相手陣内深く、左からのスローイン、相馬、北川、いやこれ当たらない、なんとかタッチに逃れます。今のは相馬に当てて出そうとしたんですけどね。左サイドがっちりとそのポジションを獲得しています。アントラーズの相馬、カズ、足当たりがこの位置。いやプレッシング早いですね、バルグアイも、ええ、ちょっと前半より早くプレスするようになってますか、ええ、そうですね、立ち上がりから相馬、そして足当たり、叩いてカズ、ここからもう一旦足当たり、中に入れます。浮かしたボール、選手がいません。
いは、いや怖いでしょこれ。ヘレイラ中央がアバロス、そして右サイドまた中に入れます。もう一旦避けてまた攻撃を作り直します。パラグアイ代表浮かしたボール、前川これは落ち着いてキャッチです。後半から入った15番のアバロス、まだ19歳という若い選手。あそこの位置でああいうシュートを打ってくれる分には全然大きいなんですけどね。そうですね、今のね、まあ、向こうも一つはカウンターしかないですよね、はい、そうですよね、ともかくポイントはその日本が20メートルから先をどうするか。そうですね、ですが今ね柱あたりあれシュート打ってもいいですよね。 あそこからやはり打っていかないとかなり相手ディフェンダー下がってますからね。ちょっと前半かなり不可視系のシュートが2本あったんでちょっと躊躇したかなと聞いたんですけど、前園完全に足払われました。ファウル、壺にはまった時の前園はそう簡単には止められないですから、ね、言えてます。今もそうですけれども前園とやはり北澤がもっと下がってくればいいんですね。あ、そうです、前に上がるもんですから相手ディフェンダーも下がりますね、はい、そうすると後ろにスペースがないんですよ、はい、ですから福田あるいはカズが走り込むスペースがないんですね。あ、全部潰れてますね、はい、ですからもう少し前園が下がってボールをもらってですねそこから配球するようになれば裏にスペースが出てくると思いますね。さあまたフリーキック、はい、スペースでボールを受け取ってそこからスピードでドリブルの、ね、スピードに乗って切り込めると思うんですけどね、はい、この位置からのフリーキック、今日は1得点ずつは互いにフリーキックからの得点です。カズだ、今度は亀柱谷浮かした、リチャマジョールのクリア、もう一旦クリア、ペレイラ落ち着いてボールをキープ。さあここから日本がしっかり守りたい、カバーリングします。井原、前川から中央、またパラグアイのボールになります。ペレイラ、アバロスシュート払ってこれが左に流れます。後半もまもなく10分を迎えます。まだ1対1両チーム引き分け、同点です。後半に入ってまだ日本は決定的といえる形が作れてはいません。後半も10分を経過しています。まあ、先ほどの、ね、パラグアイのプレーなんですけれども、はい、日本がです、ね、攻めている時にです、ね、クリアボールを確実に味方につないでますね。何でもないようなんですけれども、あのクリアボールを攻撃に結びつけるっていう噂はさすがですね。今度は左サイド7番のガライ、長いクロス、ゴールキーパー前川ジャンピングキャッチ、逆にスローからの長いフィード福田の前、しかしこれがキープできません。後半から入った13番ノベロ、この辺りしっかりとボールをつないでいきます。あーっとビジャマジョール、リベロここにいた、クリーナー出る、浮かしたペレイラ入ったゴール、落ち着いてましたね、悔しいぐらいに。パラグアイ2点目は10番のペレイラ、悔しいぐらいに落ち着いていた、シェイさんのお話の通り。そうですね、はい、今のそのここでダイレクトですね、これは見事ですね。この後ね、ダイレクトに打たずに一回流しましたよね。そうですね、それキーパーもうこれ大丈夫かなって思ったんですけどね、キーパーをね見てるんですね、これ落ち着いてね、非常にこの高いレベルと言っていいでしょうか、この一連のプレー。そうですね、あのゴール前になった時にやはりあのダイレクトでスピードを緩めないですよね、あのスピードアップしてますよね。前半先制されたパラグアイ代表、ここで逆転に成功。後半の11分、ゼッケン10番のフェレイラ技ありのゴールで2対1逆転です。さあ日本はここからどうするか。大丈夫です、ここから発奮して、はい、ここからマジになります。はい、ここからがその日本の力の見せ所、かも日本代表がどういうこの後の展開を見せるか。前園、そして福田、いやでもシュートのシュートに対するこの
それこそアイデア、インスピレーション、こうカラフルさっていうのはやっぱりすごいですね。そうですね。それとパスの精度ですね。これはもう本当にこの細かいところでもワンタッチコントロールが素晴らしいですよね。さあ自陣からボールをつないでいく日本。北澤右サイドに開いている前園、後ろに奈良橋がフォローしています。オーバーラップしていきます。これでちょっと危機感を持ってこうガゼンアドレナリンを上げてほしいんですけどね。そうですね。奈良橋がセンタリング、相手の足に当たってゴールラインを切りました。右からのコーナーキックはこれは数がいきます。前園がその持っている力、ポテンシャルを存分に発揮できるか。井原がゆっくりと今ペナルティーエリア今入ろうとしています。柱谷はペナルティーエリアわずかに入ったあたり、ゴールからやや遠めの位置。小村がその前、ゴールに近いところにいます。正面には福田、近いところにサイド、北澤左足のシュート、これはジャストミートしませんでした。ゴールの右、最後は北澤コーナーキックからシュートで終わったんですがゴールはなりません。ちょっと下がりながらちょっと難しいですね。難しいですよね。どうしても、まあ、力強いシュートっていうのは今ではワンステップでは難しいですね。下がってますからね。北澤今のが今日最初のシュート、しかしゴールには結びついていません。2対1と逆転されました。国立競技場でパラグアイ代表を迎えている日本代表、前半数のゴールで1点を先制したんですがここに来て逆転されています。またパラグアイ右サイドロングボール、井原落ち着いて処理しました。こちらがタッチに出しました。まだ前田さん、はい、鴨監督選手交代する気配は全く見えません ね、さあまたフレイラが抜ける、フレイラフロントに成功、ゴールキーパー前川今助かりましたね。今ちょっと助かりましたよね。キックでね、ミスしてきましたね。最後いやフリーでしたからね。秀樹さんどうですか、やっぱ岡野っていうのは面白いでしょうね。ありじゃないですか。はい、見たいですね。そうですね。やはり鴨監督もその競ったゲームで後半のリズムを変えるには有効じゃないかと、そういう選考理由を話していたんですが、ただ彼はスペースがね、あれはすごい強力だ ね、相手にとっては強力なんですけれどもね、はい、今のところねかなりねパラグアイがスペースを裏へ走り込まれるのをね、はい、スペースを消してるんですよね。スルーパスなかなか難しいですよね、はい、そうなんですね。あるいはこの女王くさびを期待するか。まだ選手交代の気配ありません。ガラヤ行く、ガラヤが縦に行ってる、クリアしました。今、ね、日本は対照的なんですけどもね、逆に日本は後ろにスペースをかなり与えてるんですね。ですから今のような走り込まれるパターンが多いですね、はい、そしてそこにスピードがありますからね、はい、パラグアイ代表左からのコーナーキック、後半から変わって入った13番ロメロが向かっていきます。1人だけ残っています日本代表、それ以外は全てペナルティエリアの中あるいはボールの近く。クリア、ファーサイド、フェリクネ落とす、危ないところフェレイラ、いや後半から入ったアバロスのシュート、これは大きく浮かしてしまいました。鴨監督は何を思うか。ヘッドとかちょっと競り負けてますね。あ、それほどパラグアイ代表はセンターバック、も大きい選手はいないんですよね。それほど平均身長も変わらないと思うんですけどね。そうですね、ゴールキーパーを抜きますと、いないんですか、やや自陣での相手のコーナーキックあるいはフリーキックで競り負ける場面が多々見られます。ディフェンシブハーフの位置に入っている6番のエンシーソン、開いているのがオルチス、流したところは日本、はい、柱出してボール出せません。出すとこないんでしょう、ね、どうなんだろうな。今のあたりも探して出せなかったんですね。出せないんですよね。ああいうディフェンダーがああいう形で持つとやはり相手にとってはやりやすいですよね、追っかけやすいですね。
やはりお話あったんですが、前半と比べるとかなり早めに早めにプレッシャーかけてますね。相馬からのスローイン、まあ、これもその日本代表の一つの課題だと思うんですけれどもね。あ、またボール奪われました。プレッシャーが早い時にですね、はい、いかにそこを日本が切り開いていくかですね、はい、このフォーメーションなんでね、はい、これは、まあ、ボールを奪いに行った北澤がファウルを取られました。握手を交わします。2対1と日本はリードされています。後半も18分、ロングボール、これはオフサイド、縦へ抜けました。ゼッケン11番、スピードのあるホルヘカンポス、これは明らかにオフサイド、思いっきりオフサイドですね。さあ前園ゴミバス、タッチは切っていません。前園、前にカズがいる、カズが右に流れる、山口に渡します。そしてカズへ回り込んでいきます。福田、戻して山口、スルーパスを狙った、よし、外に来たのは、もう一旦山口、ラインをグッと止めます。オフサイド、これはフラッグ上がってしまいました。いや、今オフサイド気をつけてほしいと思った、はい、先にジェイさんの叫びと同時にフラッグが上がってしまいました。でもああいう感じ、そうですね、アイディアとしては、はい、とてもいいと思うんですけどね、はい、まあ、結果オフサイドだったんですけども、ああいった形でこう裏のスペースをついていければ、そうですよ、久々ですね、ああいう形は。そうですよね。後半も20分をまもなく迎えます。中央、またボールをつなぐ山口、そして棚橋、ふわっと浮かしてリジャマジョール、叩いたところにワックラが行く、一旦クリアします。まだラインは切っていません。ボルヘカンポス、まあ、あの辺をね、簡単に出さないところが見たらしいですね。これは結局パラグアイ代表がしっかりとスローインを取りました。つなげたいですね。ああいった当たりのボールがちょっとうまくつながらない場面多いですかね。中央、ここにホルヘカンポス、ホルヘカンポス、まあ、メキシコのゴールキーパーで同じ名前がいますが、そのメキシコのゴールキーパーのカンポスとは関係ありません。倒されました。現在25歳、このホルヘカンポスは、オリンピア所属チームで去年日本に一度来ています、レッツ、そしてジュビロと、去年の7月に、プレシーズンマッチを戦って、まあ、2勝しているチームです。その時にガツッとやっとけばいい試合でもないですけどね。そう、嫌な選手ですね。そうですよね。唯一対戦した岡野選手一人だけなんですが、名前は覚えてるんだけれども、プレーは全く記憶には残ってないそうです。そうですか。それで今日でプレーのあれは残るんじゃないですかね。そうですよね。さあ、福田から叩いて右、そう、前園、そして福田、よし、投げした、リジャマジョールがカバーリング。ああ、今奈良橋とのパス交換から中に前園いましたがダメでした。おっと、そして鴨監督が今岡野と森島でしょうか、肩を叩いていました。パラグアイがチャンスを迎えています。15番のアバロス、ボールを奪ったところでこれはホイッスルが鳴りました。13番の岡野、そして15番が森島ですね。この2人が今立ち上がっていました。森島選手の突破も期待したいですね。そうですね。そしてシュートを打った。大きくゴールの右に外れてしまいました。後半の22分、日本この後選手交代で勝機を見出すことができるか。2対1、1点をリードされています。代わって入ったのは岡野と森島。果たしてこの2人が日本を勝利に導くことができるんでしょうか。そして下がったのがカズと北澤です。カズと北澤に代わってこの2人が入りました。
前田さん、はい、やはりその鴨監督の意図するところは先ほどのお話の中にもありましたがどうでしょう。やはりあのスペースがね、はい、やっぱりその走り込むっていうねやっぱり大切だと思うんですよね、はい、そういう意味ではやっぱり岡野のね足っていうのはまあ脅威でしょうね、はいはい、まあ、それとやはり森島ですね、はい、森島の運動量っていうところをやはり相手にとっては崩す一つの、まあ、日本にとってはねそういう武器になると思いますね、はい、Jさん、はい、期待したいですね。期待するしかないですね。これはもう岡野のスピードでドキモを抜いてほしいですね。そうですね、まあ、彼自身も、ね、アピールするために、ね、ここで見せてほしいですよね。岡野はこの試合が A マッチが初出場ということになります。これまで、まあ、インターナショナルインターコンチネンタルカップ今年の頭にあったんですが選ばれてはいたんですが出場がありませんでした。これが A マッチ初登場。世界にその岡野の力を見せつけることができるか。その岡野にボールが渡ります。タッチを切って日本のスローイン。前田さん、やはり北沢のところに森島で前に岡野と思っていいわけですね。はい、でもまああの森島に関してはあまりポジションを固定せずにですね自由に動いた方がいいか分からないですね。そうですか、はい、岡野から戻して柱谷さあ前ゾロ前ゾロボールを奪われましたがホイッスルない。逆にパラグアイのカウンター。このパターンが多いんですよ、ええ、本当にもうこれをやっぱり狙ってますよね、いわゆるその南米のサッカーというイメージするとこう細かく個人技で中盤でボールをつないでっていうのとは違うんですかね。いや、まあ、今南米だけじゃなくて世界のサッカーがですね、あまり中盤をあまり遅くしなくてシンプルできるだけ速くするサッカーですからね。スピードですね、やはり。さあこの位置からパラグアイのフリーキック。やだな、なんとかクリア。柱谷、そして奈良橋の大きなクリア。岡野が走る、岡野が走る、場内が動きます。大きなプレッシャーをかけてきた。ここでオフサイド。いや、彼のスピードは相手にとっても精神的プレッシャーを与えますよ。そうですね、速さで。ただまあ一つの作戦かわかりませんけど今全員帰ってますよね。あ、そうですね、あれ岡野一人残しておくと面白いんですけど、岡野選手はその遠い位置これは追いつかないだろうというところに追いつく人ですからね。そうなんですよ。さあ中央、よしよし、クリアされます。森島が前を向いてボールを持とうとしたんですがダメでした。この位置で前園落ち着いて柱谷へ。前にも3人ぐらいが日本を張っています。相馬、ハサンのボール相馬が行きましたがダメ。放送席斉藤さん、はい、今交代して退いたカズ選手の話が聞けたのでちょっとお話ししましょう、はい、足の具合は全然問題なかったと。ただ大事を取って、ここで変わったんだと思います、ね、はい、あ、前園が前を向いた。エリアの中に入る、折り返されか。まだボールキープ。相馬、低いボール、クリアになります。どうぞ続けてください、はい、それでチーム全体の話も聞いたんですがね、まあ、確かにチーム全体としての練習は少ないと。しかしそれは言い訳にならないからなということでね、これだけのお客さん、この寒い中見てくれてるお客さんのためにもね、はい、こんな試合してちゃいけないなと言いながらね、控え室に引っ込みましたね。前田さん、はい、やはり今日のここまでの展開、退いた数からするともう満足できないでしょうね。できないでしょうね。さあ、スルーパスを狙った。エリアの中、ゴールキーパー前川が行きます。いや、Jさん、怖いですね。なんかもう、さっきからこううめきしか出ないんですけど、悔しい、悔しすぎるぞ。Jさんの叫びが、喜びの嘆きがこの後見られるのか。早く追いついてほしい日本代表。中盤ボールの奪い合い。さあ、山口、一旦森島から戻す。さあ、右に開いてる森島。また森島へのスルーパスを出したんですがダメです。これでようやくね、はい、前園にボールが集まるようになりました。いいですね、ですが前園が今ボールを要求してますよね、それでようやくバランスが良くなりましたよね、森島がそのスピードそして突破力を生かせるか。まだ時間もあります。
得点差はわずかに1点。中央ビジャマジョールのクリア、そしてラインを押し上げます。森島前園、もう一旦森島、長いクロスゴール前、しかし福田は走っていませんでした。しかし前田さん、はい、ともかく選手が2人変わってからは日本がしっかり取り戻しました。ありましたね、はい、前園が持つっていうのはうなんです、いいですよね、こうやって下がってですね、前園がボールを散らしていくということは、奈良橋が狙ったが、これはゴール右に外れました。バランスが今良くなりましたよね、はい、あ、そしてもう一人選手が変わりました、澤田に変わる、澤田と奈良橋を下げますね、澤、ね、はい、田がもう待ち構えています。奈良橋を下げます。澤田もこれで国際 A マッチは初出場ということになります。岡野に続いて澤田が日本代表試合デビューを果たします。Jさん、やはりこの澤田も右サイドスピードある突破には定評ありますからね。したいですね、はい、なんか嬉しいですね。でもこうやってどん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 こうデビュープレイヤーが出てくるっていうのは、はい、なんかやはりあの田中監督も代表を発表した会見の中で、はい、同じ力であれば若手を選んだというコメントがあったんですが、やはり先を考えて、まあ、あの指定席じゃダメなんですね、常にやはり代表というのは危機感を持ってですね、そうですね、はい、下がやはり脅かすということが大切だと思いますね、その中ではもうベテランに入りますキャプテンの柱谷京が代表70試合目、そして80試合目の井原、前川からのロングボール、福田の前、よし、福田が相手のフェンダーを倒すか、これはゴールは切りましたが、そうです、ファウルがありました。福田が縦に突破して、はい、あのスピード感が出てきましたね。出てきましたね、はい、福田選手、あの縦に抜けて相手のファウルをもらってというのはもう今年のパターンですから ね、 いいですよね。この前の抜きがちょっと見たかったんですけどね、うまい具合にねボールをこうふっと回して、相手を回して、はい、のがいいですね。面白い位置からのフリーキックです。キッカーは前園、速いボールでもいいですね。よし、よし、飛び込んでいった柱谷、場内からため息とも、なんともおっとイエローカードですか、なんででしょう、暴言ですか、さんどうなんでしょう。今のは今動いていってるのが、これが押されたというアピールするんですよね。今入ったハンドで手を出した、使ったんですね、はい、あーなるほど、これは思わず手を出してしまった柱谷、ゴッドハンドにはなりきれませんでした、あイエローカードです、まあ、今あのハンドしなくても福田がね後ろにいたんで、ね、ですけど、まあ、ついつい出たんでしょうけれどもね、勢い余って、惜しくもゴールのチャンスを逃しました日本代表。後半30分を経過しています。その柱谷から左へ井原、ああ鴨監督立ち上がっています。もうピッチのすぐ手前まで行って、どうしない試合を見つめています。山口、前園、前園がこういうところでね、はい、前園がいいですよね。そして先ほど入った澤田、さらに森島、よし、カメラス、結局澤田が、あやはりパラグアイのスローインに最後は変わりました。でもなんか押してるようなエナジーを感じるんですけど、倒れるような出てきましたよね、まあ、それは前園が下がってきましたし、そうしろ相手がついてきますからね、その裏がスペースが空くんですよね、この時間帯ほとんどパラグアイ陣内で試合を進めています日本代表。相馬、いいですね、中央、前園、岡野がなんとかボールキープできるかできない、しかしその後詰めていきます。そして日本のボール、相馬、かなりスペース消してますね、バルガイは。森島、どうシュート、最後合わせに行ったのは左から前園でしょうか。今のはいいですね、いいですよね。前半33分を迎えます。日本まだ2対1、1点を追っています。鴨
の日本代表パラグアイ代表に対して1点をリードされて後半の33分です。今も前園へいい形でボールが渡りかけたんですがダメでした。前田さん、はい、完全に今ペースは掴んでるわけですね。そうですね、はい、あとはゴールを割ることができるか、ゴールラインを割ることができるか、ただその1点です。斉藤さん、はい、桑原監督もですね、先ほどまで全く、はい、動かなかったんですけれども、ここに来ましておかしいなというように首をかしげる回数が多くなりました。また時間をかなり気にしてますね、はいはい、後半も34分、手元の時計ではあと10分少々ということになりますが、得点は2対1、パラガイが1点をリード、1点を追っています日本代表。後半途中から入った澤田、そして柱谷、下がってきました堀島、前向いた、前園、一旦下がってボールをキープ、開いている澤田、左足グロッカーボール、戻した堀島、まだ日本のボールです。小村から前園、前園、前園に対するファウル、よし、この位置で相手のファウルを受けました。日本のフリーキック、もうあれじゃないですか、今のこの前前半の、あ、いいところ出しましたね。さあ、フリーキック、いいぞ、うわー、決めたのは福田、今のは素早いリスタート、前園が出して澤田、今日もついたんですけどね。そうですね、澤田がよく今ね、あの走ってましたよ、そうですよ、よく反応しましたよね。ただこれシュートだったんですけど、福田が絡めそうだったんですよ。そうなんですね、わずかに届かず、触ればゴール、しかし触れませんでした。福田、福田としてはああいう時はそのミスキックにしてほしい。そうなんですよ、はい、そうですね、1点が遠い日本代表。あー、ジョーです、ベンチ、ジョーが準備をしています。先ほど言いましたけどね、前園はもう前半の分まで、ボール触ってるでしょうね。自由奔放にやってますよね。パラグアイ代表、久々に日本陣内に攻め込んでいます。あれを前半から出してほしいですね。そうなんですね。何を遠慮してるんでしょうね。あ、前田さん、上を入れますね。はい、ますね。若い選手がどんどん入ってきます。これは後ろから行った岡野がファウルを取られたんでしょう。前田さん、はい、あ、今ジョーが入ってきますが、岡野が入って、少し経ってからその持ち味らしきものが出ませんね。まだ先ほどやっぱりあのスペースをね、はい、あの消してますから、裏へ走り込むあのスペースがないですからね、はい、どうしても下がってきて下がってきてそのボールを持つっていう形ですよね。岡野というプレーが見たいんですが、ただえ、これ、あ、そう、しましたが、なんとかことなきを得ました。はい、完璧には1点ですね。はい、選手交代の隙間でしたから、ちょっと集中力切れたか。ファーストサイドにいた選手はオフサイドだったと思うんですけど、アクティブゾーンに入ってた、そうですね、右から行くってた選手は今福田に代わってジョーが入りました。日本、ジョーもこの試合が A マッチ初出場。いや、怖いな。日本の18人のメンバー、 A マッチの出場経験がないのは3人だったんですが、岡野、澤田、上位3人とも出場です。さあ、森島から岡野が入れ右開いている、よし、右抜いた、倒されたファウル、ホイッスルが鳴っています。相手にもたれかかるように、あと10センチ中だったら、そうですね、 PK でした。ただやはりああいうところで持った時ってやっぱり仕掛けるっていうことがね、そうですね、相手で変なで嫌ですからね、今倒されたそのわずか前のプレーですが、エリアのわずかに外でした。さあ、ここから、はい、今森島、やはり岡野が入りましてね、かなり相手に仕掛けてきますから、そういうのは相手は嫌ですよね。さあ、フリーキック、前園、岡野、キーパーパッチング、ダイレクト、よし、ゴールが胸で落としたんですがシュートならず、山口、ちょこっと出した、柱谷、予期してなかったか分かりませんけどもね、トラップっていうか、まあ、ヘディングでね、そうなんですよ、角度変えて、ね、変えたんですかね、変だったと思うんですけれども、またそのジョ
ジョーが出して山口コーナーキックを取りました。山口は26歳、まあ、チームでは年齢では中堅を超えているかぐらいになってしまいますが、まだ代表経験は、まあ、それほど多くはありません。しかしチームの中心です。さあ前園はどこを狙う。右サイドグランダー引っ掛けていった岡野ですが、結局ゴールキックです。まあ、しかしあの今の岡野の守備でも活躍してますね。ああいうところでやはり守備をできるっていうのは相手ディフェンダーにとっては嫌ですからね。岡野、が挑発をなびかせます。パラグアイ代表の監督クバーラさんは挑発の選手は代表にはいらんということで、挑発の選手が代表に入っていません。中央相手のいいですね。大島落とした。押しています。ただゴールマウスにボールが吸い込まれません。上からもう一旦日本のスローインです。今後半手元の時計40分を超えました。とうとう A マッチ初出場を果たしました城彰二。リーグでの好調をこの代表初出場で活かせるか。そうだ、いません。あ、今のやはりセンタリーの精度ですね。そうですね。どうしたんでしょうね。破ってますからね。できるはずなんですけどね。吉田さんから岡野の前。おっと、オッケー。いった。中に選手がいないか。ディフェンダーに当たって相手のボール。今サイズ差がやらしい言われましたよりね、中にいなかったですよね。そうなんですよ。危ない。右危ない。さあ、やはり日本カウンターを食らいます。この時間も右に回っています。中に近いオブラ一旦下げる。ラインを上げます。オフサイドですね。サラビアからのボールはこれは明らかにオフサイド。もう時間が刻々と少なくなってきています。ご覧のように後半も41分。さあ日本早い攻め。前園中央流して上、上が頑張る。シュート放ったディフェンダーに当たる。これ見事ですね。クリアミス。それを拾って森島。森島まだボールしかボールキープ。これちょっと怖いですよ。パラグアイも早い切り替えです。カンポスが行く。先ほども森島が強引に突破していって、そうなんですね。あそこでやはり引っかかりますとね、やはり苦しいですよね。澤田、岡野が開いてるが中へ出した。前園これですよね。ワンタッチで戻す。今度はジョー、ゴールキーパーで出した。前園が天を仰いだ。わずか形はいい形ですよね。そうですね。ただ向こうも本当密集してきますよね。わずかにゴールキーパーの方が早かった。ゴールなりませんでした日本代表。まあ時間がねやはりないっていうこともあるか分かりませんけれども、はい、かなりこう日本もその焦ってるっていうんですか ね。ですから真ん中にどうしてもボールが集まってきますよね。強引に抜こうとしたり。そうなんですね。気になるんですけどね。結構からですよね。またあの強引はいいんですけど、冷静に試合をね、そうなんですよ。ということも大切ですね。岡野が戻して森島、オーバーラップは澤田、中を見た、縦に抜ける、澤田が縦に抜ける、ちょっと強引だ。ほらコーナーを取りました澤田。鴨監督のこの表情は何を思う表情なんでしょうか。いや鴨さん、なんか
得いってないでしょうね。お前らなっていうか、かなり歯がゆいと思いますよ。このセットプレーのチャンスをものにできるか。井原がニアサイド走り込んでいきます。ナイスラドボール、いいヤサイドだ。ヘディングでクリア、こぼれた。しかしパラグアイのボールです。日本にはこの辺りボールは渡しません。結局澤田が出してパラグアイのスローインです。あ、納得いかないという表情がうかがえます、鴨監督。そしてパラグアイ代表、ここで選手を変えます。ゼッケン5番、ディフェンダーのサラビアに代わってゼッケン9番、ゴメスが入ります。ただ今ね、はい、すごく激しい攻防してますけれどもね、日本はかなり攻めてますけれどもね、はい、これ45分続けろって言ったらできない。そうなんですよね、結局は時間が今ないんでね、はい、こう傘にかかった攻撃してますけれどもね、はい、まあ、90分戦う上にやはりスローダウンしたりですね、はい、そういったそのゲーム展開をしていくっていうことも大切ですね。表示が間違っていました。ゼッケン7番ガライに代わってゼッケン9番ゴメスが入ります。もう残り時間がほとんどありません。ここに来て選手を変えました。こう前半の戦いがちょっと荒となって、そうですね、来てるような気しないでもないですけど、キャプテンマークの柱たり、起死回生のその日本のゴールはあるんでしょうか。パラグアイタッチは切っていません。もう手元の時計、今後半45分を超えました。最後ナルボロキープ、カンボスカ、ここでボールを奪った日本。ここからどうする、進路を塞ぎました。まあでもあれだけスペースありますと、いやもう打ち抜けますね、はい、本領発揮でしょうね。タービン回りましたね今ね。岡野がツインターボ全開という感じで縦に抜けていったんですが、もうそれは体で止めるしかありませんでした。前田さん、もうほとんどチャンスはないですから、ここですね。そうですね、この試合は同点で終わった場合引き分けとなります。延長戦はありません。ボールがしまった。いやー、まあ、ホイッスルになっていました。まさか日本、ああロスタイリスタート、トレンタランデさん、ホイッスルが吹かれました。そのわずか1秒後、あるいはコンマ何秒後にボールが吸い込まれましたが認められません。国立競技場のスタンドからは大きなブーイングが飛びますが、これは致し方ありません。嫌われますね日本は。ロスタイム、よし、カタロキーパー勝ち組こぼれています。ヘリングシュート、ゴールキーパーのセンター、ホイッスルはないまだラインは切っていない。しかしパラグアイのゴールです。やらかと、まだある、まだある、柱谷に対するファウル、日本のフリーキック、まだ時間があります。ロスタイムを取っています。先ほどは前園のフリーキックから幻のゴール、同点になりませんでした。まだチャンスはある日本。柱谷、そして山口、左は相馬、クロスを出した、塩が攻めない、相馬からロングボール、これも上田、そして岡野、よし岡野頑張る、岡野ボールをキープ、一旦下げる、面白い面白い、よし、またまたゴール上、折り返した、ヘディングシュート、折れている、ゴールキーパーキャッチ、ゴールキーパーがキャッチ。うわ、そしてここで倒れて PK でしたね。僕思ったんですけど、そこで引っ掛けられた時に倒れちゃえば、はい、そうなんですね、ちょっと PK ありがとう、まあ、ね、引っ掛けたんですけれどもね、まあ、いや、そしてトレンタランデさんの終了のホイッスルが今鳴っていました。感じでひねったんですけど ね、 そうですね、このヘッド上でしたね。残念ながら最後のこのチャンス、ものにできませんでした日本代表。
2対1でパラグアイ代表に敗れてしまいました。前田さん、ほとんど時間ありませんが一言。そうですね、最後やはり15分は見せてくれましたけれどもね、その前のやはり前半戦のね、相手がそのスペースを与えない下がった時の攻撃ですね。はい、Jさんいかがでしょう。いやもう次のサウジ戦ですか。はい、強い日本また返してほしいですね。ちょっと納得いかないです、正直言って。それは鹿野監督もあの表情からしてきっと同じでしょうね。はい、今日はパラグアイ代表を迎えたこの国立競技場、残念ながら2対1先制したんですが日本代表敗れてしまいました。来月はサウジアラビア、そしてウズベキスタン、この2チームとの A マッチが控えています。果たしてどういう試合が見られるんでしょうか。お二方今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。この辺で国立競技場から失礼します。